えー、中高年の見方ジジヨーゾーです、えー、と今日はですね、えー、2020年、えー、3月のということで金曜日ですね、まあ、の今日はですね、えー、楽天のですね送料の一部無料化撤回を検討ということで投稿したいと思います、まあのまあ、昨日ですかね昨日今日によるとですね 楽天の方がですね、ままあ、ちょっとなんかよく意味が分かりませんけどですねえ楽天市場のですね送料をめぐる問題でですね楽天が出店者に一律で無料化を求めることを撤回しまずは対応できる店舗から始める方向で検討を始めているということが関係者への取材で分かったということですね。まあ、あの まあ皆さんもご存知だと思いますけど、えー、楽天市場でですね3900円以上をですね、購入した場合は送料を無料にするということをですね、えー、これは日付的,日付的には、えー、3月の18日、えー、今月の18日ですかね3月18日から、あのー、す,するということでもですね もうちょっと裁判所の方にですね、えーまあ、控訴というんですかねそういうことをしましたからですねもうこれは大きな社会問題かということになりました。まあ、あのやはりですね世間というかですねあの、まあ、世間一般的に、まあ、見た場合ですね私もちょっと思いますけどですねやはりあの その販売店に対してですねあの楽天の方がですねやはり不当にですねまあ請求しているという感じを受けますねま,あまた別のちょっとニュースになるとですね今日ですねえあの楽天の出品者がですねまあこの楽天の無料、えー 送料に返してですね。まあ,あのオッケーのような感じのニュースも出ておりました。まあ、そういうことでもうあの？こういうニュースとしてはですね。楽天に対してはですね。まあ、楽天に対してちゅうか楽天にとってはですね。非常にイメージ悪化にですね。繋がっておると思います。まあ、あの小鳥が動いてもですね。強気強気で言ってましたけどですね。まあ 昨日今日のニュースではですね楽天の方が一律無料化を撤回ということでちょっといろいろ販売店と交渉しているみたいですからねまあだからちょっと今回はあまり強気すぎましたねって思います。もうちょっとですね、ます。れば出出店店者者でですすかかね楽天市場の出店者はお客様ですから とということになりますからねまずあの、まあ、あの間接的にはですね一般の人も、まあ、楽天にとってはお客様ですけどですねまあそれは間違いないと思いますけど楽天にとってのまずお客様というのは、まあ、あのどこから収入を得ているかというとですねまあもちろん購入者からなんですけどその前にですね出店者からですねあの売上を の何パーセントかですね、十何パーセント取っておりますから、まあ、そこがまずお客さんですからねそこがもうあのこれだけ反対してるのにですね強硬化してますからね、まあ、あの問題なならないのがだからまあ私も前回ちょっと同じようなあの投稿しましたけどですね、まあ、そこで楽天がですね 送料を全額負担すれば、もう全然問題はないと思いますね。楽天が負担すればですね。もうまあ、前回の投稿ではまあ、楽天が半額で半分でもあの負担したらいいんじゃないかということを言ってましたけど、もうそ,それではこれは収まらないと思いますね。もう楽天がどうしても3月18日からですね。無料化したいということだったら、楽天が送料を全部もう負担すればいいと思いますね。 楽天の利益の中からですね。負担すればいいんですからま、あそれによってあの楽天が言うように、あの店舗の売り上げが伸びますからね。その伸びそれが伸びればですね。楽天の収入が増えるということですからね。まあ、そこら辺からですねが、一番大事じゃないかと思いますね。楽天としてはそのあの出店者にですね。それを負担させて。あの？ まあ、購,買購入者はです、ね、送料がかからないから売り上げが増えると言ってますけどね、まあ、その前にやはり、まあ、しつこいようですけどやっぱ楽天がですね自分で自分の懐を傷めなくてですね出店者だけにですねあのこういう不公平なことをするのは やはりちょっとダメだとだ思いますねそういうことで公正取引委員会がですね緊,あの緊急停止命令の申し立てをしたということですからね、まあ、これは法令上の問題はないと言ってますけどね、まあ、そういうとこを含めてですねもう少しですね、まあ、あの会長ですかね、まあ、最小責任者はあの 三木谷さんですかね？になりますからね。もうちょっと三木谷さんはですね。まあ、まあ、人相は別としてですね。まあ、人相言ったら個人攻撃になりますから。人相は私もご覧の通りの2層ですからね。それは言えないと思いますけど。やはりですね。ちょっとあんまりおごりすぎたんじゃないかと思いますね。もうちょっとですね。あの、出展者のことを考えないとですね。もうせっかくですね。amazon に。 の対抗策ですからねアマゾンと同じようにこうしてたらダメと思いますねここは日本ですここはアメリカではありません日本ですまあそういうところでですねもう少しあの頭がいい人だと私は思ってましたけど思ったよりちょっととまあやはり あの撤回をしたくなければですね一部撤回とか書いてありますけどあの撤回したくなければもうあの楽天がですね総量三千九百八十円を負担すればいいんですよそれによって売り上げが10%伸びればもう楽天にとってもいいということですからまあそういうことだと思いますまあ他ですね楽天はいろいろ新規のですね。 携帯とかもしておりますからねしております今回2980円というのも出ましたけどそれはあの次回ちょっとしたいと思いますそれとまあそれも含めてですね今今日の最新ニュースというところですかね今あの4時じゃなくて5時ですからね5 g の時代に入りましたからですね時代ですまあそういうとこも含めてですねもうちょっとあの 先企業としてですねあのもうあのこの企業イメージというのがやはり大事ですからねだけど、ね、楽天のですねあのそういうきめき企業イメージが悪く,悪くなりつつありますからね私ももう正直言って楽天はですね楽天カードも持っています。 楽天証券もあの口座持ってますと。楽天銀行ですかね。もうあの作っておりますと。楽天で、楽天市場でですね、買い物することもあります。ありますけども、したくないですね。もうこういう人が増えてきてると思います。ということはもう、楽天はもうイメージが悪いから、もうやめたーってね、あの、一番こう、 あのー、悪いところが出てますね。だから楽天で変わらんと、もう完全にあのー、楽天がミスったと思いますね。まあ、こういうコートリーがですね、あの出てくるようなあのー、状況を作るのがまずかったと思います。もうちょっと他をまず撤回してですね、新たにこうしていったらいいと思います。もう、まあ、私があんま <laughs> 力強く売ってももうどうしようもないですけどね、まあ、そのくらいされないともう私ももう楽天の,あの楽天証券も解約し気持ちとしてですね気持ちとして楽天証券も解約したいし楽天銀行も解約したいしですね楽天銀行も解約したいし ちょっと楽天市場まあそういう人がですねあの何人か何人か知りませんけどまあ増えてきたらですねそれだけでもあの楽天はその営業にですねあの影響しますからねそういうところも考えて早く対応を打たれることをあの私は節分に希望します。 もう3月18日で、やはり楽天がもう送料、無料にするんだったら全額持つというところでですね、決着を早くつけられないと、もう公取がもう出てきましたからですね、なんでもうちょっと対応を早くしないんでしょうかね。もうそのですね、負けるんですよ。勝ったとしてもトータル的には負けなんですよ。まあそこらへんをですね、しっかり考えてですね、もうですね、 日本の一流の企業ですから企業ですからねまあその辺の考えて早く対応を打ってもらいたいですねまあそういうところでですねまあ今日はもうちょっとついつい力が入りましたけどですねそういうところでまあ,あの投稿を終わらせていただきますそれと最後にお願いですけどですね私の,あのチャンネル登録者がですね減ってますので是非ですねそちらもあの 登録よろしくお願いしますというところで終わりますありがとうございますどうも失礼しますありがとうございます